どうもどうも、なにわ男子でーす。ということで、青春ウィーク6日目でございます。ありがとうございます。6日目ですよ。もうとうとうですよ。とうとう明日21日、そして次の日の22日、はい、関西ジャニーズジュニアドリームパビリオン、シャルウィー青春、開幕いたします。やったー、来ましたよ。やった、待ちに待ったライブが。そう、2日間でね、4公演ございますので、はい、ぜひとも僕たちに会いに来てください。よろしくお願いいたします。お願いします。そして今日はですね、僕たち目覚ましテレビさん、うん、そうです、はい、もう一番最初から最後までやらせていただいておりましたけども、おはいさん、どうでした？いや、めちゃくちゃ楽しかったね。その、うん、僕がプレゼンターやらせてもらった時に、うん、まあ2回目なんですけど、いや、なんかこの温かく見守あの出迎えてくれたのがすごい嬉しかったですね。そうでしょう。だってもう天気の時とかもう強風がすごかったもんね。いや、聞いたところによるとほんまになかなかないらしい、あんなに強風。そうなんや。そう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 、むしろ持ってるかもしれない、はい、逆にもう変わりそうやったけど、そう、めっちゃ楽でしたやって。いや、めちゃくちゃ楽しかったですよ。やっぱりあの3月にね、1回出させていただいたじゃないですか、生出演で。そっからもう半年以上間が空いてるんで、すごいもうハラハラドキドキして生放送にあの挑んだんですけども、あの目覚ましファミリーの皆さんがね、温かくこう包み込んでくださったので、ね、すごいもう楽しい。トレンドにもずっと入った。はい、やってー、ありがとうございます。嬉しいでございます。皆さん、ありがとうございます。そして明日は、はい、僕、そうですね、明日朝8時からですね、スタタプラに出演します。よいしょー、ありがとうございます。さあ、皆さんも明日早起きしてサタプラ見てください。お願いします。お願いします。まあ、今日も皆さん早起きでしたでしょうけども、はい、明日もぜひとも早起きよろしくお願いします。早起きしてライブにもつないでくださいね、はい、ということで、以上、なにわ男子でした。バイバイ。早寝早起き。